今回は、皆さんから要望がたくさんありました。髪がね、早く伸びる方法、そんな方法が実際にあるのかっていうところなんですけども、髪を早く伸ばす方法ありました。他に紹介している人は、いるんですけど、僕の方でも紹介したいと思います。こちらのヘアアクセルレーターという商品です。使い方は、こちらの商品をですね、シャンプー後、タオルドライをした髪に数滴振りかけて頭皮マッサージをすれば OK です。実際にこのヘアアクセルレーター使ってみたんですけど、頭皮に、これは髪に振りかけるんじゃなくて、頭皮に振りかけるんですけどね、すごく、なんですか、これは僕が持ってるのはペパーミントなので、スースーして、匂いもいい香りがして、気持ちいいですね。しかも、このヘアアクセルレーターという商品は、ヘアローションなので、髪がツヤツヤになったり、サラサラになったりする効果があります。そこが、僕的には嬉しいですね。ただ一つだけ注意しなきゃいけないことは、こちらの商品で髪が伸びる伸びない、または髪の伸びる速さっていうのは、個人差があるので、そこだけ注意してもらえたらなというふうに思います。今回、こちらのヘアアクセルレーター、ヘアローションですね、紹介をしたんですけど、値段はですね、値段はですね、はい、980円。薬局で買うと980円ですね。ただ、アマゾンとか、楽天とか、ネットショッピングだと、700円台から800円台で売ってますね。容量はちょっと少ないんですけど、継続的に続けるには、そんなに高くないかなっていうふうな値段だと思います。ぜひ、皆さんも試してみてください。それでは、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。